ない肌。なんで？このライトつけるとこんなに綺麗になるんだ。それとも私がさ、あれかな、私がちゃんとメイクをしているからこんばんは。だって今日は久々にちゃんとメイクをしました。皆さんどうでしょうか。今日はラジオ収録だったので、そうメイクしていこうかなと思ってメイクしていってみました。そうなのよ、あれ、リノの節は、節がなくなってる。どこ行ったっけ。かわいいですだってわははとか言っちゃった。ありがとう、嬉しい。なんかでも今日は普段使わないメイクでメイクしてみたんですけど、意外と良くて。そうなのです。なのでちょっとたまにはいいかなと。ちょっと眉毛濃い気がするからちょっとぼかしたいけど。なんかね、変えてみたんですよね。チークはオレンジですからって。チークは確かにいつもと違うかも。なんかね、なんか確かにオレンジっぽく見えるね。私がもう数年前から使ってる、ずっとなくならないんですけど、そう、これがマックのチークなんですけど、これも売ってんのかな、わかんないんだけど、この色で、これがなんかね、ツヤっとしてくれるんですよね、めっちゃ。なんか光沢が、これだけで見たらわかんないんですけど、なんか手に出した時に光沢がすごくあって、なんかわ、伝わらない。 YouTube とかやりたいYouTube とかで伝えたい。で、何これ、キラキラ、そうが、そう、かわいいなと思って久々にこれを使ったんですけど、でもね、ピンクなんだけど、ちょっとつけすぎたかも。ピンクなんだけど、なんか光によって違うみたいなのが、これ結構好きでずっと使ってます。ずっと今さらぼかします。え、星がなくなったの。え、ショールームの星がなくなったらしい。こんなキラキラになったの。何それ、そもそも何それ、キラキラ、星がなくなったの。じゃ色もなくなったの。え、それ有料、もしかして。おっとっと、え、無料のやつ、それお金かかっちゃうの。私もびっくりしてるんだけど、結構いつの間に。だってえ、でも昨日違かったから多分今日からだと思います。でね、ハイライトもね、これにしてみて、セザンヌのやつを
久々にしてみて、これをここにしました。これやっぱね、このハイライトが一番輝きます。プチプラなのに本当に一番ね、一番キラキラするんじゃないかなって。ほら鼻にツヤができました。もうお風呂入るだけなんですけどね、今日はラジオがあったので。これやっぱこれがの優秀さに今日は気づきました。星オレンジ赤紫黄色水色のギフトは終了です。だってデイリーミッションおよび新ギフトが登場です。だってなんかショールーム変わったね。じゃあ最後あれですね、あの推しなくなるんだったら言ってほしかった。今日の3時からみたいです。なんと成り立てやん、まだね、毎日配信してるから。最近ねカラコンを買ったのが届いてね、これをしばらく使ってみようかなと思って3箱も買いました。ちょっとミレディっていうあのリコラブさんの大谷エミリーさんがやってるやつなんですけど、これは気になってたので3箱買いました。全部色が違くてかわいいなと思って。普段はなんかあれなんですけど、カラコンしてるんですけど、コンタクトが1ヶ月のやつ使ってて、1ヶ月のやつのちょっとたまにお休みを入れようと思って、ちょっとこれデイリーをワンデーの使い捨てのやつを買ってみたんですけど、ワンデーのもう絶対の時はもうこれなんですけど、ワンデーのやつは意外といろんなところのやつを買ってとか、そうそうそうしてたりするんですけど、ちょっと使ってみたいと思います。で今日はお洋服をいっぱい買ってしまったんですよ。でもみんなに見せたら、そう実質無料まではいかないんですけど、まあちょっとはねあれかなと思ってちょっと見せます。まずはスナイデルで買ったんですけど、スナイデルの結構あのお買い物してたらポイントが5000円分くらい貯まってたんですよ。で私そのスナイデルのいろんなお店で使えるんだけど、スナイデルのお店で使いたいなと思ったから、スナイデルで5000円分ポイント貯まったのすごくないですかって思って、スナイデル私が好きなお洋服ブランドのお店なんですけど、ここでお買い物しました。なんかね年年20歳を超えて、去年20歳になって今21なんだけど、21になってから短いスカートを履かなくなっちゃって、そうで私短いスカート履かなくなっちゃったなって思ったから、でもなんかね短いスカート履かないとなんか意識が低くなるんですよ自分の中で。だからそういうためにも去年の夏短いスカートを買ったので、今年も一つ買おうかなと思って、そうこんなにね可愛いトップスとね、これはネイビーのトップスなんですけど、そうそうこのねトップス、これなこういうのはさ、私デニムが好きなのでデニムに何でも合わそうと思って、これにね、このめっちゃ可愛いんですよ。私これは試着絶対するタイプ。みんなお洋服屋さんで試着するタイプですか？私は絶対する試着するタイプなんですけど、
そうしたらもう丈が私もうドストライクで、なんか自分の好きなスカートの丈があるんですよ。それとドストライクでこのスカートは可愛いと思って買ってしまいました。これは本当にだからこれとこれで合わせて着ようと思って、ちょっと大人っぽいんですけど可愛いのめちゃくちゃ。今日はねこれファンの子からもらったワンピースなんです。今日のワンピースめちゃくちゃ可愛くて、これはねファンの子からいただきました。そう結構 SNS に載っけてなかったんですけど SNS ってかメールとか載せてなかったけど結構着てました。これは可愛いです。私こういうのいつも買わないからさ、わー可愛いと思って、私のお誕生日をいっぱい洋服をもらったので、そうこれは可愛く、ラジオとかによくね私服なので着ていくんですけど、これとねこれを合わせてね着たいなと思って買いました。こんな感じ、キャーこんな感じです。そうもうね絶対可愛いと思って、でこのトップスにねスカーフがついてきて、これを巻くんだって、こうやってやって、そう巻くんだけど私これが結べるかどうか問題で、今日店員さんに教えてもらったんだけど、ちょっと自分でできるのかな、こうやってねこれをこうしてね結ぶんだって。でもちょっと私下手くそなんだよねこういうの、ちょっと練習したいと思います。これはいつか来たらあの SNS 載せますね、待っててください。そうこんなお洋服を買って、まあ、これは今着れますね、もう逆に今着ないと終わっちゃう、そう今着よう洋服、そう着て買って、本当に今日久々にお洋服を買って、今年の夏はそれこそファンの方からそう洋服をいっぱいいただいて、 T シャツとかワンピースとか帽子とかいっぱいもらったので、そう今年の夏はあんまりお洋服を自分で買ってなくて、最低限しか買ってなかったんですけど、秋はちょっと買ってみようかなと思って買ってみました。これはちょっとあれです、袋いらないですって言ったから袋がないんですけど、これも私が好きなお洋服ブランド、これはジーナシスっていう、これこのお洋服ジーナシスっていうお洋服ブランドなんですけど、これは多分あのねこっち系のこういう清楚なお姉さんみたいなお洋服が好きっていう方もいるし、こういうあのカジュアル系なお洋服が好きっていう方は本当にハーフハーフだから、そうあれなんですけど、これはそういうカジュアルなお洋服が好きなファンの方が多分好きな感じの私になるお洋服で、これはちょっとおしゃれなんですよ。なんかね中にねインナーを着てこれを羽織るんだって。そうでこの色がすごい売れてるって言ってて、すごい売れてるって言って私も欲しくなっちゃうじゃんと思ってこんなニットを買っちゃいました。グレーです。で大きめだから中にロンティーとか T シャツとか入れたら可愛いのって、で大きめだからさこうさ燃え袖とかできるじゃないですかアイドルだからそういうこと考えちゃうんだけど、これをちょっと大きめに着るのが可愛くて、洗濯が大変なんですけど、でも洗濯さえ頑張っちゃえば、私はこういうやっぱ秋色ですね、秋色を着たいなと思っちゃって買ってしまいました。でもこれだったらね公演のリハーサルでも着れると思って、そう公演リハでも着れるし、なんならあの幕張じゃないか、どこ行くんだっけ、ゼップの時にもこれ着れると思って買いました。可愛いです。であともう一つは
じゃん、マーキュリードゥオで買いました。これもめちゃくちゃ可愛いんです。私はワンピースがやっぱ一番、デニムも好きって言ったんですけど、ワンピースも好きでそう、ワンピースも好きで、でこういうワンピースはもう1個持ってて間違いないと思ったから、こうマーキュリードゥオっていうねお店なのね、このお店。そう、このお店は本当にあのなんかめちゃくちゃスタイルがよく見える、細見えする、なんか女の子が綺麗に見せたいと思うところを一番に綺麗に見せてくれるお洋服が、私いろんなお店見るんですけど一番多いと思ってて、かわいいのこれ、めちゃくちゃ、そうめちゃくちゃかわいい黒いワンピースを買いました。これもかわいいんですけど、そうこのワンピースに合わせておめでとうだって。おめでとうございます、おめでとうございます。かわいいなと思ったのが、これはね絶対ファンのみんな好きだと思います。これはみんなが好きだろうなと、あのそういういろんなお洋服のテイスト問わず好きだろうなと思って買ったお洋服、これかわいいの、見てこれ、触ってほしいくらい。これはねこういうカーディガンね、白いめちゃくちゃかわいいの、これが本当にかわいくて肌触りがいくてね、例えばこういうワンピースの上にポッて羽織るだけでもうめっちゃ秋っぽくなってかわいいんですよ、もうふわ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 でね、これは6000円くらいだったので、そう女の子も買えそうです、まねっこかわいい、ほんとにサワ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 、もう肌触りが私絶対これがいいと思ったくらいほんとにかわいい。だしさ、これにね冬は黒着ちゃいがちなんですけど、こういうのに合わせてね、このスカート合わせてね、こうやって着てね、かわいいじゃないですか。でこれにね、こうちょっと見せ方下手くそだけど、これにねこうしてねブーツとか履いたら絶対かわいいじゃないですか、絶対かわいいじゃないですかと思って買いました。お買い物終了いっぱい買いました、いっぱい買ったんですけど、どれもインスタにあげたりとか、ゆえるちゃんと一緒にカフェにいっぱい行こうって話をしたので、カフェに来ていきたい、カフェ活みたいなしたいんです。だからこれでね秋は楽しめそうです。私どこかに行きたいですね。完璧やね、だって完璧やね、そうなの。だからお揃いしたい女の子いたら真似してください。でも全部お気に入りなので全部インスタにあげると思う、だからあとはもう秘密秘密だって、インスタを楽しみにしててください。そうインスタを待っててください。でも実はねアンジービーさん、アンジービーでお洋服を買ってて、そうアンジービーのお洋服もめちゃくちゃ可愛いんですよ。それはもう届いたんですけど、アンジービーのワンピースが、アンジービーの洋服が見たいですだって。可愛いのよ、あれもめ全部可愛いのが着て持ってくるね、リビングに置いてるから。
だって、こんばんは。そこは家出ちゃうのだね。今度は渡さないといけなくて、家出ちゃうのがあって、これもね、かわいいの。私アンジービーはシルクしか頼んでないです。これは展示会に行って、でも今のは秋服なの、全部秋に着れる洋服ですけど、これはもう冬のお洋服を夏に頼んだんですけど、そう、これはねちょっと大きめのねカーディガンなんです。これもめちゃくちゃ展示会に行って可愛いと思ったお洋服なんですけど、ほら私こんなのにデニムで合わせてきたいと思ったか、暑いんですけど今着たら可愛くないですか、これめちゃくちゃ可愛いの。そうちょっとガラガラになっちゃうけどね、これが可愛いと思って買いました。可愛い、こんばんはだって。これめちゃくちゃ可愛いですよね。でもこれ結構分厚いの、あのさっきの白いカーディガンとかよりも分厚いから、これは本当にもう真冬用ですね。暑いけどめちゃくちゃ可愛いんです。これ柄がね可愛くて、やっぱ白黒買っちゃうんですよね私。でこれもめっちゃ可愛いんです。これも可愛いの。私がもう絶対これは展示会の出た時から絶対これも買うって決めてたお洋服なんですけど、じゃん。これもね、もうこれも肌触りが最高に良くて、これはでも男性も着れますよ。こっちもこっちも、そう、男性のあの着れるユニセックスって言って両方着れるやつなので、男性も着れちゃいます。変えちゃいます、お揃いなんですけど、これはめちゃくちゃ可愛いけど、私が男性に着てほしいのはこっちですね。こっちのこういう洋服の方が着てるの見たいなって思っちゃう。可愛い。これはねちょっと長めのロングニットみたいな感じで可愛いの。女の子でねこんな着てたら絶対可愛いよと思って、私はこれを買いました。アンジー B さんです。なんかね触り心地もいいです。なんかチクチクしない感じ、なんかチクチクしなくて、シャギーニットっていうのかな、わかんないけど、そうなんです。これも買いました。でもこれはちょっと暑いのでもうちょっと時間が経ってから。とこの子、私ねやっぱ冬服が好きだなと、春服も好きなんだけど冬服も好きだなと思っちゃうけど、お洋服が好きなんだと思う。これこの色可愛くない？青が、私多分黒ばっか買っちゃうから青を買っとこうと思って青を注文しました。青くてアンジービーって書いてるあのこれニットかな、ニットです。かわいい。私はねこういうのにねスカートを合わせたいなと思って、なんならこんなスカートも多分これが何でも多分合わせられると思うんですけど、こんな感じで合わせたらね絶対かわいいの。この組み合わせもこんな感じ絶対かわいいのって思って、もう短いスカートをねちょっと履いて意識高めなきゃと思って買っちゃいました。全部かわいい。私が最近買ったのはこのくらいかな。でもねアンジービーさんの洋服はそう私大好きなんですけど、村瀬さやさんが大好きで、そうアンジービーさんの洋服は多分11月くらいになったら一番着れる時なのかな。そうだから冬服はもうゲットしたんですけど、秋服が何もなかったので買っちゃいました。そうなの、そのスカート万能すぎるのって万能なんです。
かけしたいです。まだ着ないのでね、こうやって洋服悩んでる方いたら真似してください。ニットはどうやって着るんですか。だってニットカーディガンのことかな。これは私だったらなんかロンティーとかに、あ、ロンティー着て、そうこれ着てとかできちゃうかな。下デニムとかスカートでも可愛いと思います。黒いスカートとかでも着てちゃうと思うけど、だからそれか最近流行ってるのがこうタンクトップみたいな、アメスリみたいな、なんかこういうタンクトップみたいなのを着て、それでその上にこれ着るとかでも可愛いと思います。私だったらそうやって着るかも。そうやって着たいなと思って買いました。これ可愛いです。でもそういうこういうさ、なんか持ってないなと思ったら、あの GU とか言ったら売って、私も GU で今年アメスリ買ったんですけど、結構使えるから GU とかに行ったら絶対売ってると思う。そういう系のなんかインナー、インナーにお金かけるのってなんかちょっと見えないのにもったいないなと思っちゃうから、私はインナーは GU に行ってなんかマストなものを買いますね。はーい、お洋服早く着たい。でもラジオの収録の時は結構そのラジオの収録してお仕事が終わりって時が多いから、そうなの、多いから だからお洋服いっぱい着れるのが嬉しい。 KBC にテクテクと行くんですけど、幸せは、なんか長々喋っちゃったけど好きでしたか。私もねこう紹介するとね、ああ紹介したって思って、お金は使ったんですけどね、でも必要だと思って買っちゃいました。バラ表示されますだって。え、嘘、あれした今。てっちゃんだるまありがとう、にゃおもありがとう、まさみやはじめましてありがとうございます、けんつーありがとうございます、なつきくんもありがとう、セノールもありがとう、佐世保のてっちゃん、めっちゃウォーナーくれるやん、ありがとう。古城さんはじめましてありがとう。テケテケさん、なんかはじめましての人いっぱいくれるんだけど、私がお洋服紹介したから気づかんかった。にゃおありがとう。クマとかなくなったのもしかして。ニチプありがとう、のぶりんありがとう、あ、あったわ、ヤスさんありがとう。クマを投げてる人が誰もいなかったからね。ヤスさん、毒キノコ、ともちゃん、のりさん、アイリーパパ、ハシムッチ、にゃおーいいねだって。ニシプもありがとう、おたまるさん、ともきくん、ニコラス、フェノール結婚してナーハちゃんありがとう。アルプスの牧場だって、久々じゃない、ありがとう。しかもワカニャンのアバターだし、にゃんにゃおもありがとう。すご
つもとメイクが違うね。だってえ、わかります？すごい、男性のファンの方なのに私のメイクが違うこと気づいてくれてる。なんか腫れぼったくないですか、顔が。私はまつげが多分しっかりしてないから目元の印象がバチッとしてなくて鏡見ながら嫌だなと思ったんですけど、やっぱ違うよね。私も思います。私も思う。ちょっとこれを返してきます。どこいせ、いつもより濃いめですか。あのね、アイシャドウはね一緒なんですよね。でもチーク、ファンデーション、下地、リップ、マスカラは違います。ハイライトとか違う。こんばんは。だってこのザラのデニムのワンピースとか一回も今年着なかったかも。誰か欲しい人後輩ちゃんもらってくれる人いるかな。ザラのデニムのワンピース、そう、パンフェスティバルだっけ、行った、楽しかった楽しかった。10分に終わりにしようかな。欲しいです。だって男性のファンの方が欲しいって言うんですけど絶対着れないでしょ。かわいいそれ。だってなんかわらわらって言ってる。本当に思ってるか本当に思ってるか。わあ、早くなんか暑くなんないか、あ、寒くなんないかな。寒くなってほしい。パン紹介しますか。だってパンは今日博多駅に私行ったんですけど、ラジオ終わりに、そうパンフェスティバルみたいなやつやってて、ドーナツ、あのあそこのドーナツ食べてみたかったから、ドーナツこんなに大きいんですけど一瞬持ってきてあげる。ちょっと待って、よいしょ、持ってこよう。パン持ってきて終わりね。そうなのです。まあちょっとなんかあれかも、冷蔵庫に冷やしといたら。すごくない、こんなに大きなドーナツあるんだよ。まあダンボっていうのかな、これがすごい ピンクのパッケージのお店で、めちゃくちゃ可愛いんですこのお店が。でなんか本当は多分コーヒーとか出してんのかな。で
なんかコーヒーの蓋があるじゃん、コーヒーがこうスタンドがこうあって、そう、その上にドーナツを置くっていうインスタが流行った時があって、そのドーナツ屋さんで一番有名なやつで、めっちゃ美味しい、美味しいかし食べたことないんですけど美味しいらしくて、私は一番普通のプレーンの味買ってみました。これで500円でした。で、安いのか高いのかちょっと分かんないけど、そう、あ、金アスターお店だと思って買ってみました。私の顔くらいありました。多分それはこういう感じだと思います。でも明日までだって、12日までって書いてたからもうみんな行けないかも。でもう一個、私これ買う予定なかったんですけど、なんかすごい美味しそうに見えて、キムカツって知ってます？キムカツっていうお店、博多駅地下のお店ですからって、違います、博多阪急の今限定でやってるイベントみたいな、グッドタイミング、今仕事終わったとこだよだって。知ってます？これキムカツ、このカツサンドがめっちゃ美味しそうで、私これ明日の朝ごはんにしようと思って、見てー、こんなに大きいのカツサンドが、見て、これのチーズ入りにしたんだ私、そう、チーズが中に入ってるやつ、ハマカツだって、キムカツ、このお店がどのくらい有名なのか私わかんないんですけど、とりあえずカツサンドが私好きだから美味しそうで頼みました。イエーイ。朝からカツサンド重たくないですか？だって、え、重たいのかな、でも私多分食べれると思うんだよね。なんでバスなの？だって、わかんない、でも恵比寿って書いてるから東京です、これは東京のお店で来たのかな。かわいい豚がいて、え、すごくないと思って、そう、なんか初めにねドーナツ見つけて、ドーナツこれは買おうって決めてたんだけど、これだったらまあ半分半分して食べれるかなと思って、そう、食べれるかわかんないけど、イエーイ、買いました。めちゃ分厚いね、だって、そうなんですって思って買いました。せっかく行ったなら甘いのとしょっぱいの2個頼もうかなと思って、でもね、めっちゃ人いっぱいいたんですよ。で、それで行ったら、私ファンの方が教えてくれて、あの抹茶の飲み物屋さんみたいなやつが来てるよみたいに言われて、私抹茶大好きだから抹茶食べたいと思って行ったら、その抹茶屋さんがね、もう一番並んでるの、もうすごかったよ、えー、ってドン引きしちゃうくらい、でも人気なんだと思って、それはさすがに並ぶのがちょっとめんどくさくて、一人だったからいやと思って、ちょっと眺めただけで終わっちゃったんですけど、食べたかった抹茶のやつも、人がなんか催し物店みたいな感じだからいっぱい人がいたんですけど、なんかにぎわってました、めちゃくちゃ。めちゃくちゃにぎわってた。ぴょんって感じかな。いっぱい食べてくださいだって、いっぱい食べちゃうよ。うん、ではまだ今日夜ご飯もお昼ご飯も食べてないの。お昼ご飯はお家でね、11時に食べてから食べてなくて、ペコーディだからちょっとお風呂入ってご飯を食べていきます。何作ろうかな。楽しい日でした。インドネシアと台湾にもあるみたいです、キムカツ。台湾のファンの方いるよね。私台湾のファンの方何人かいるんですけど、ぜひキムカツ食べてください。
新しいお洋服と買い物があって幸せすぎます、だって。幸せ、頑張りましょう。明日からもまた一日。ぎゅーちゃんありがとう、ロデムもありがとう、にゃおもありがとう、くもあったねたかさんも、さとうもありがとう、ゆゆさんもありがとうございます。ではランキング読めます。13位がともき、12位がアイリーパパ、11位がもぐもぐパクパク、10位がリトゥ、9位がニコラス、8位が母、7位がアッキー、6位がノブリン、5位がギュウちゃん、4位がヤスさん、3位があれ4位がドマさん、3位がヤスさん、兄弟揃ってありがとう、2位がハセボのてっちゃん、1位がニャオンでした。ニャオンはリノのお洋服紹介見てましたか？好きなお洋服あった？あった？はい、今日は久々にメイクをしたのでウキウキリノちゃんがお届けしましたあ、そうだ、今週分のラジオを撮ってきましたので、皆さんラジオ聞かないと、をぜひ楽しみに今週も頑張ってください。そう、今週分を撮ってきましたので、はい、お願いします。バイバイ、バーイ、ありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございました。